どうもいやクリスマスも終わりまして昨日今年もあと1週間切りましたかうんでねえー、今日はせっかくね普段ご視聴いただいてる皆さんにあのー、お小遣いになればいいんじゃないかなと思って、えー、この動画を出させていただいておりますえー、明日ですねえー、有馬記念が 今年もやってくるんですけどもそのね、えー、予想動画を、えー、出させていただきたいなというふうに思いますでね普段僕は全然、えー、競馬なんかやらないんですけど、えー、全然当たらない人なんですよなんで僕が予想したね馬券を皆さんが買わなければ当たるんじゃないかなと思いまして えー、僕の予想を公開したいと思います。<laughs> あのね、僕が買うやつは絶対に買わないでください。外れるから。<laughs> じゃあね、えー、さっき新聞も買ってきて、えー、見てたんですけど、まあ、前から、ね、ちょいちょいネットなんかでも情報集めてたんですが、今年は何あの、アーモンドアイって馬が、伝説の馬だね、もう、出ないんでしょ で、ボバとヒンバの三冠馬が出ないってことで、もう主役なしの有馬記念ですよ。もうジャパンカップでも全員使っちゃったんだから、これ。だからね、パッと、このメンバー見た感じもわかるんですけど、あのー、どれが勝ってもおかしくないんじゃないかなと思ってます。で、なんか今2、3番人気の、この13番のフィエールマンとかも、去年もこれ有馬記念出てるよな。 そう、6番人気で出てた馬が、今、すごい上位人気になっちゃったりしてて、ちょっとね、そんな中で、えー、予想していきたいと思います。で、まず、有馬記念でこれ皆さん知ってる通り、えー、内枠有利なんですよね。えー、外の6枠、7枠、8枠ってなかなか厳しくて、えー、8枠に関してはもうほとんど来ないっていう実績があるんですけど、 うん、今日今年はねやっぱり内枠に面白そうな馬が集まってますよでその中でもうねこのデータとかっていうのはもうご自身で調べてらっしゃると思うんで僕の考えをちょっと述べていきたいなと思いますで僕のね、えー、本命馬がこの10番のカレン・ブーケドールっていう えー、池添ジョッキーが乗る馬ですね。池添ジョッキー、僕に顔が似てるジョッキーなんですけどね。えー、彼はね、有馬記念にすごく強いジョッキーで、で、このカレン・ブーケドールってね、ずっと2着3着ばっかりで勝ちきれない馬なんですよ。でね、もともとカレン・ブーケドールに乗ってた津村ジョッキーっていう人が、今回変わるんですよね。で、騎手の、 まあジョッキーの実力としては津村ジョッキよりも池添ジョッキーの方がえ数段上なのかなっていう認識なんで今まで勝ちきれなかった分ジョッキーでかなりプラスになるんじゃないかなっていうふうに踏んでますうんで中山にもねこの競馬場にも強いみたいなんでこのよオールカマーっていう 2200m のレースで2着取ってるんですよね な中山競馬場にも特に不安はないんじゃないかなと思うんで、えー、カレンブーケドールを本命にしたいなと思います。ただね、勝ち切れるかどうか分からないんで、えー、僕の中の二重丸なんですけど、三、えー、着までに入る二重丸だと思って考えていただいたらいいと思います。で、えー、太鼓が、ラブズオンリーユーですね。4番。 デムーロジョッキーです、うん、これはね、まずね、なんでデムーロジョッキーの、えー、ラブズ・オン・リーを選んだかっていうと、もうね、ずっとね、有馬記念って、外国人ジョッキーが来てるんですよね。もう皆さんデータみたいわ分かる通りです。もう皆さんが知ってるデータですよ、これ。外国人ジョッキーが必ず1人ぐらいは入るイメージ。ここ10年、1年、十5年ぐらい。で、今年はね、デムーロの、デムーロジョッキーのラブズ・オン・リーユか、 ルメルジョッキーのフィエールマン。これ人気の馬なんですけど。ちょっとね、フィエールマン外行きすぎな気がするんですよね。あのー、枠が。なんでね、このデムーロジョッキーのね、4番。ラブズ・オン・リーユーのこの枠がすごくいいんじゃないかな。本人もデムーロジョッキーも最高の枠っていう風に言ってるんで。で、しかもそんなに人気がないから、あれでしょ、マークもそんなされないと思うんですよね。なんで、えー、太鼓をラブズ・オン・リーユーにしたいなと思います。 でえー、これも、えー、1着から3着のどれかに入,るようには入ればいいように買うだ要は、えー、10番「カレン・ブーケドール」と4番「ラブズ・オン・リーユーが」が、えー、1, 1着から3着の間に必ず、えー、来なければいけないっていうような馬券をか買おうと思っててでどれを相手にするかっていうと、えー、やっぱりね3歳ボ馬がね来る,かあの来る傾向にあるらしいんで。 1>, 1番のバビット、えー、12番のオーソリティは買うで、えー、ブラストワンピースってこの2番の馬は有馬記念勝ったこともあるんでえー、抑えたいこれはあの距離と競馬場に適してると思うんでであとはえ武、ー、豊さんの乗るワールドプレミアですねあと7番のラッキーセブンのラッキーライラックこれなんか引退レースなのかな うん。これも買う。あと、一番人気のクロノジェネシス。うん。一着に来るかどうかわからないんだよな。このジョッキーがね、中山2500で勝ったことないらしいんで、あんま経験もないみたいだし、有馬記念初参戦のジョッキーだらしいですからね、これ。実績はいいんだけど、ジョッキーが結構、マイナスになっちゃってるかなっていうふうに思っちゃいますね。で、あと、最後、フィエールマン。 これをちょっとね、押さえて、ええー、馬券買うような形にしたいと思います。僕はね、あのー、三連服じゃなくて三連,単三連単派なんで、あのー、まあ、それぞれに金、お図を見ながら金額を変えたりするんですけども、まあ、こんな感じですかね。あと、自分の中の押さえとして、金額は抑えるんですけども、えー、まあ、ぶれずに、 本命の10番カレンブーケドールは、えー、3着までに絶対入らないといけないように買います。で、えー、さっきはあの、ラブゾーンリーを対抗で買ったんですけど、えー、1番のバビット、2番のブラストワンピース、5番のワールドプレミア、えー、12番のオーソリティが、えー、入るように、対抗として入るようにもちょっと買っていきたいなっていうふうに思います。これね、もう、 えー、解明はもうこれなんですけど、皆さんこの動画を見たら、僕の予想はきっと外れるので、買わないでください。あの、結構、カレンブーケドールとか、池添除菌に変わるから期待されてる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕が予想することによって、外れますから、<laughs> 消しでいいと思います。<laughs> そんな感じです。毎年外れますから、 絶対消しでいいと思います。もうほんとね、だからこれを外して皆さん、本命なのか、クロノジェネスか買うのかな、フィエールマンから買うのかな、ちょっとわからないですけども、これでね、僕の予想を外すことによって、だいぶ的が絞れると思いますから、うん。こんな感じでね、買っていただいたら、えー、皆さんお金も増えますし、えー、ね、素敵に年を越していいお正月を迎えられるんじゃないかなっていうふうに思います。ふふふ。 はい、ということでね、えー、2020年、父ちゃんの消しのありま記念ですね。<laughs> 今日はそういった動画を、えー、送らせていただきました。ぜひね、あのー、僕の様子は消していただいて、えー、皆さんお金儲けしていただけたらなと思います。ちょっとね、あのー、他の方の動画はあの、私はこれ買うんで参考にしてください、みたいな、えー、感じの動画たくさんあるんと思うんですけど、僕はね、ほんと外れますから。 本当に、これはもうずっと外れてる人なんで、えー、逆に参考にしていただいたらいいかなと思って、こういう動画を上げさせていただきました。えー、それでは、失礼いたします。